ウォーマシンは、ローとハンソンによるプロレスラーのタッグチーム。2014年1月、ローが主催するトッププロスペクトトーナメントに、レーモンドローとハンソンが出場。トーナメントを勝ち上がり、決勝へ進出した2人は25日、レスリング S ファイネストにて対戦し、ハンソンがバックスピンキックを決めて勝利。この対戦を経て、タッグチーム、ウォーマシンを結成。 2月22日にチームベンチマークを相手にタックデビュー戦を行い解消を収めた。4月11日、ローとハンソンはローと契約を結び、同団体の所属選手としてタック戦線で本格的に活動を開始する。2015年8月22日、フィールドオブオーナー2015にて KES と対戦。この試合に勝利を収め、試合後に KES が保持する。 GHC タック王座に挑戦することをアピール。9月19日、プロレスリングノアが主催する、グレートボヤージュ2015イン大阪にて、GHC タック王座を保持する、KES と対戦したが、敗北を喫して、王座ダッシュとはならなかった。12月18日、フィナールバトルにて、同世界タック王座を保持するキングダムと対戦。勝利を収めて、同王座初体感を果たした。 2016年11月、新日本プロレスが主催するタッグリーグ戦、ワールドタッグリーグに出場。4勝3敗という結果でリーグ戦を終えた。2017年4月9日、桜ジェネシス2017にて、IWGP タッグ王座を保持する天古寺と対戦。フォールアウトで小島からピンフォール勝ちを収めて、同王座を体感した。 2018年1月、ローハンソンともに WWE と契約を交わし、入団。2018年4月、NXT で、ウォーレーダースに改名。2019年1月26日、NXT テイクオーバー、フェニックスで、NXT タッー王者チームのジアンディスピューテッド、エラに挑戦。終盤に、ハンソンが孤立して、集中攻撃を受けるも、危機を脱出。 そしてフォールアウトを決めて勝利。王座を体感した。2019年4月15日、WWERAW で、ローはエリック、ハンソンはアイバーへトリングネームを変更。そして、タックネームをバイキングエクスペリエンスに改めてデビューした。同月22日、タックネームをバイキングレーダース、ザ・バイキングレーダースに改名。 ホールアウト IWGP 特王座を手にする、ウォーマシン。ありがとうございます。